杉並区で東日本大震災の被災地の現状や災害時の自治体間の支援について考えるシンポジウムが開かれました。杉並区が災害時相互援助協定を結び支援している福島県南相馬市から桜井市長も出席しました。シンポジウムでは桜井市長が南相馬の現状を報告し、震災直後には国や県の対応が遅れた中、杉並区など交流都市からの救援物資や避難の手助けが大きな力になったと感謝を述べました。パネルディスカッションでは、災害時に基礎自治体間が横のつながりで支援し合うことの有効性とその課題について議論しました。国とか県とかを待たずに、お互いの常日頃の友好関係に基づいて救助できるということは、今回の災害を経験して本当に重要なことだと思っています。だから基礎自治体が行けるところはすぐ行って、ただその時に今の古い救助法だとですね、財政措置の支援の対象になってないということになると、やはり自治体にもですね、財政的にゆとりのある自治体とかない自治体とかいろいろあるわけですよね。杉並区や南相馬市などは他の協定都市とも連携しながら、自治体間の支援に対し国が財政面などでバックアップするよう要望を続けていく方針です。また桜井市長は、原発事故の影響で多くの市民が家族と離れ離れに暮らしている現状を訴えた上で、原発に依存しない新しい街づくりを市民が中心となって進めていけるような復興を目指したいと語りました。